んこんにちは、とことん共産党の時間です。どうぞよろしくお願いいたします。実はあの農業の現場では、安倍政権の農政については、さっぱり人気がないっていう結果が、これ日本農業新聞の2019年4月26日付の発表なんですけれども、ちょっとこれは驚きました。日本農業新聞の全国大会って毎年やってるんですけど、行った時に、いやあの新聞のアンケートの結果は面白いですよねっていうふうに言ったら、正直でしょ現場はっていう声が出されていまして、それでね、やっぱりその評価しない中身って細かく見ていくとあるんですけど、その現場の声を聞かないっていうのがね、やっぱりあって、生産現場のことをやっぱり聞かないと。それで今安倍さんが進めている官邸主導農政っていうことに対する批判が強いんだけど、規制改革推進会議っていうですね、竹中平蔵さんがねやってるところの、そういうところが提案するものを農業政策に取り入れているっていうところで、それに対しての批判っていうのがすごく強いと。現場の声を聞かないというのがやっぱりこういう不人気の原因になってるんじゃないかなと思います。はい、あの日本農業新聞というのは、あの厳密に言うと JA グループの機関紙なんですよね。ですから、まあ、そのデータそのものは、もうまさにあの組合長のアンケートですよね、JA のね、700名弱だと思いますけども、そういう中での非常に正直な結果だとは思うんです、だとは思うんだけど、私も農業関係のね、組織いますけど、信じられないのはね、あのそういう農業関係の、政治団体があるわけですよ、農政連っていうのは、そこが大体推薦するのはみんな自民党に、議員を推薦するんですよね、だから正直にこのデータ通りの行動を取ってよ、っていう感じですね。あのゴルフとそれから相撲を観戦して、それからロバタということでおもてなしをしてるんだけども、あの実際上はトランプさんがその安倍総理と共同記者会見の時にあの言った発した言葉っていうのが、TPP は関係ないっていうことと、縛られないんだと、それから、8月になったらあの大きな成果がね発表できるでしょうっていうことを言ったんですよ。でそこから透けて見えてくることっていうのは、あら、もうなんか話して決めてんのかなっていうことで、なぜ8月なのかというと、7月に参議院選挙があるからなんですね。参議院選挙はおそらく想像するに、安倍さんから7月は選挙があるから、それまではちょっと発表できませんという話になっていることを口走ったんじゃないかなと。で TPP 関係ないっていう話もね、実はこれあのその後すぐ私農政委員会で質問したんですけれども、結局今までずっと安倍さんが国民に説明していたことっていうのは、いや去年の9月のその日米共同声明に基づいて交渉してるんですと。でそれは何かっていうと、日本でいうと農業については、農産物については、過去の経済連携協定が最大限と、つまりそれ以上は譲らないっていうことでの話、アメリカのは車なんですけどね、ということがちゃんと書かれていて、それに相手も合意してるんだっていうのが説明だったんですけど、トランプさんの発言っていうのはそんなの関係ないっていう話になるわけで、もう全然じゃあ共同声明じゃないじゃないかというところの話なんですね。だからこれね、国民には伏せといて、で参議院選挙終わってからね発表してもいいなんていう、それ自体も大問題で、こんなやり方あるかっていうのが正直なところですし、もうあちこちでみんなが怒りを持って受け止めてますね。トランプが本当にバカ正直にツイッターで流すのか、あるいは意図的にね、流してるのかはよくわからないんですけども、それぐらいのことやるよねっていうのは正直なところ。だからこんなんな、だから慣れてしまって、慣れてるんだけど怒りを原稿に出したり行動に起こすのか、慣れてもうそれでしゃあないねってなっていくのかっていうのが、これからの我が国のってオーバーですけど、分かれ目になるんじゃないかなっていう気は非常にするんですよね。だから許さないんだったら、民主的な方法で許さないという、意思表示をね、やっぱりすべきだと。そうですね、いうふうに思うよね、ひどい話ですよ、だから基本的にはもう結局農業にしわ寄せが来るっていうことはもう明らかなんですよね。
で食料自給率が 38% までね、はい、下がってるわけで、でこれってやっぱり生産基盤がこういうことにも関係してるんじゃないですかっていうことで、うん、そこでちゃんと認めさせようと思って、やったんです、はい、で今まではねちゃんと答えなかったんです、はい、それで今回は初めてですけど安倍総理が、はい、生産基盤が厳しいという状況にあるってことを言ったんですよ、はい、でところが自給率はっていうとこれはもう答えない、うん、で農水大臣が代わりに、まあ、自給率が下がっているのも、うん、まあ、こういう生産基盤も、うん、一つの要因かもみたいなことを言ったんですけど、ちょっとね都合の悪い数字は言わないで、もう自画自賛するっていうのをね、ちょっとやっぱりやりたかったなっていうふうに思って、質問したんですよね。その自給率のことは言わなかったっていうのはどういうことですか。知らないの自給率が 38% 彼のことだから知らないのかもしれないよね。そうかもしれないです、ね、38の数字が読めなかったってことだね。それはね、安心、気に食わないと立ち上がらないんです。総理って総理に聞いてるんだけど、気に食わないときは立ち上がらなくて、代わりにこっと違う人が立ってくるっていう。まあどうしようもないですね、やめてもらわなきゃいけない、政府与党の姿勢は現場の苦しみなどそっちのけで採決先にありきということではないでしょうか。数の力で押し切れるという政府与党のおごりがあるからではないんですか。怒りを込めて抗議するものです。委員長、あなたは沿岸漁業者の苦しみを理解していますか。イカの不漁で苦しむ漁師、クロマグロの漁獲規制を一方的に押し付けられて生活に困窮する漁師、サメが増えすぎてスケソウダラが取れないと嘆く漁師、トド被害に苦しむ漁師、東日本大震災から復興する姿、原発事故から必死に立ち直ろうと姿が目に入りませんか。委員長、こうした姿に心を寄せるなら漁業関係者をはじめ国民の声を聞き、漁業法改正案の充実した質疑を進めるのが委員長の役割ではありませんか。漁業法はこうした漁師の生業を支える法律です。昨日の参考人質疑で赤間参考人は、戦後漁業法ができたとき浜は喜びで湧き上がったと言われました。浜の皆さんが喜びに湧き立つ審議をしようではありませんか。立派だなって思ったんですよね。なんか怒りとかね、言葉が出ていましたけども、本当にこういう形で一生懸命語ってくれる議員さんがやっぱりいるんだっていうことは、多くの人に知ってもらいたいなと、あまりにも、無関心すぎるかなという気は非常にしますね。国の方では全あんま関心持ってないですよね、農水省なんていうのは。そうなんです。2014年の時も一度、国際家族農業年っていうの1年だったんですけど、やって、その時に質問して、で家族農業、国際家族農業年だけど政府としてはどういうことを推進のためにやってるんですかって、でやっているんだとしたらそのいくら予算持ってるんですかっていう質問をしたんですけども、その時に家族農業って大事ですよねって、このそれこそ見せてね、日本も 98% だと、全体支えてるのが家族農業で、それをやっぱり大事にしていくっていうのは大事ですよねって質問したら、安倍総理の答弁がですね、家族農業っていうのは共産党の主張っていうよりもむしろ自民党の主張なんですよっていうふうに言ったんですよ。で、あ、そうですかと思って、だったら推進のために予算どれだけ持ってるんですかって言ったら答えないんですよ。全く予算なんか組んでないし、で全くそのホームページでもどこにも載ってないもんですから、何回もホームページにすら載ってないじゃないかと、昔米年の時はね、国際米年の時は、それこそ今のグループでジャニーズ系の何だっけな、TOKIO か、TOKIO がポスターで稲を持って国際米年ですっていうのを、ポスター作って普及させたんですよ。それぐらいのことはやったっていいんじゃないですかっていうことで言ったんだけども、全く何もしてなくて、
でもう1ヶ月してからようやくそのホームページにコーナー作りましたっていうような話を後から言ってきたんです。やっぱり農業っていうのは農家って言われてるように、はい、あの農業をやるっていう、まあ、営農っていうんだけどね、農業を営むっていう、ね、営農と生活、うん、それがもう一体化してるんですよね、うんうん、でそれは逆に言うと地域と一体化してるっていうことになるわけで、あの家族経営がやっぱりしっかり残っていくっていうことは、うん、もちろん自分たちが食べる自給ということでの安全安心な、まあ、食べ物を作るということと、作りながら、まあ家が支えられていく、うん、それから地域が支えられていく、うん、で農地とか畑、うん、まあ、農地で果樹園とかが、うん、しっかりと、まあ、保全されていくという、うん、そういう意味では非常に持続的な地域社会とかを作っていく上ではやっぱ家族経営が一番合ってるよねっていう、うん、あるいはそうあるべきだよねっていうことなんですよね、うんうん、と私は思ってます。だから国連が決めたからやろうっていうよりも、はい、本当そもそも論で家族経営の持つ意義っていうのをやっぱり訴えていくべきだなと思ってますね。あの駒先生がおっしゃったそういうあの本当にこう実機をしていくっていうか、自分たち自身が成り立つようにしていくっていうことと同時に、やっぱりそういうあのなんていうんですかね、やっぱり貧困と格差なくしていくとか、家族農業というのはやっぱり基本となって地域を支えて、あのなんていうんですか、こう成り立ってるっていうところがやっぱり結びついて大事なんじゃないかなって思いますね。あのまあ、結局ね、あの農は国の農は国の元になりって言いますね。元いっていうのは基本の木ですけど、はい、古くから言われてるんだけど、結局農村社会のそうですね、あの基礎領域っていうのがありまして、はい、あのそこのところで田んぼ耕したり果樹園で果物作ったりっていう、まあ、それが実はあの農作業っていうのは作るだけではなくて、まああの国土のメンテナンスをやっているというですね、うんうん、あの目線を皆さん持っていただきたいんですね、うんうん、でそこのところであの基礎領域と表層領域のをつなぐところで農業経営が行われている。でそれが基本的に家族経営であると、はい、ですからその家族経営が営まれることによって、まさに農は国の元いという、うん、あの元いの部分の基礎領域をきっちりとそこでまあ運営していくような、うん、保全していくような取り組みがなされ、うん、それをしながら食料が生産されていくと、あのそういう意味合い、そのつなぐところにその家族系が存在するというふうに私は位置づけたいなと思ってるんですよね、うんうん、だからあのちょっと復習のようですけど、うん、元いっていうのは食料生産っていうものと、うん、もう一個は本当に国土を保全したり、うん、多面的機能というようなものを発揮していくという、うん、2つの意味で支えてますよ国をという、うんうん、だからそれを、うん、まあ無視するっていうことは、うん、この国がある面では壊れていくことを認めるんですかっていう話になっていくんですね、うんうん、なるほど、うん。感動しましたね、うんうん、まあ本当に明確に歌っておられるという、まあ、それもっと早く気づけばよかったんだなと思った、うんまあ、出会った時が一番いい時だろうと思いますけども、はい、本当にあの感心しましたし、やっぱりそういう党でね、あの国会の中でやっぱりその党の綱領をやっぱり広めていくといいますか、うん、訴えていくっていう、そういう重責をね、うん、なっておられますんで、ぜひ頑張っていただきたいなと思ってますね、はい、基幹的産業部門として位置づけるっていうところに感動したっていう話を聞いて、いや私もいやその当たり前と思ってたんですよ。綱領の中に書いてあるのが普通だと思ってたんだけどだけど感動したっていうのを聞いて、ああそうなんだって思ったんですね、はい、でそこのところをやっぱりもっとちゃんと伝えなきゃいけないなって思ってて、でやっぱりこうあの農林水産っていう一次産業ってやっぱり土台をなすもんなんじゃないかなと、で命を支える産業だっていうふうに思うんですよね、うんうん、命を支えるって、まあ、ただ単にこう食料を生産するっていうだけじゃなくて、うん、その生命の連環って話があるんだけど、連鎖性ですか、うん、でそういうことも含めてやっぱりあの支えるっていうことと、それから国土っていう話もありましたし、それから地域社会、コミュニティで、そのあとやっぱり環境だとか、その文化を育むっていうことも含めてね、人間社会全体の中でもあの実は一次産業ってこう基本になるもんなんだっていうふうに思うんですよね、
そういうことが土台になって、いるっていうことをですね、大いにこう豊かに語っていきたいなって思っています。いや、本当に語っていただきたいし、とにかく飛行機に乗って上から見たら山国ですからね、7割弱が森林ですから、僕もあんまり林業のこととか森林のこと詳しくないんだけど、やっぱり国土の7割近くを占めているところを大切にしないっていうことはやっぱりおかしいよねっていうことですよね、土台ね。今の政治っていうのはずっと永久に続くわけじゃなくて、必ず変わるんですよね。でそれをやっぱり変えていくっていうのは、なんか上の偉い人が変えるんじゃなくて、やっぱり国民の意思によって変わっていくってことなので、やっぱり今やられてる安倍さんの政治っていうのは、多くの人たちが、このまま続けさせちゃいけないというふうに思っていて、憲法までね、危なくしていこうっていうわけだから、やっぱり変えるってことでは一つ一つの選挙ってすごく大事だし、やっぱり選挙でもって国民の意思として今の政治はダメですねと、で本当に食料農業とかそういう地域だとかを大事にする政治にしなきゃいけないと、でそのためにはやっぱり誰に入れたいかってことまで考えなきゃいけないわけですけれども、そういうやっぱり政治が変われば大きく展望開かれるよっていうところだと思うんですよ、そうです。小松さんから共産党への要望とか今回の選挙に期待することとか。いや、もう期待はずっとしてるんですよ。そうです、で変わらんなっていうのが非常に、正直なところね、日本共産党の方々は頑張っておられるのは分かるんだけども、例えばこの前の地方統一選とか、私の周辺の県会議員の選挙なんかでも、っていうような方がね、落ちておられたりするんで、もうそれは楽観できる情勢じゃないですよね、御党においてはですよ、大体いつも言いますけど、そんなぶっちぎりで当選する人ほとんどいないわけですから、大体、っていうことは常にね、悲観的に考えて、悲観的に、打てる手は全て打って、違反しない範囲でよ、で、あとはもう楽観的と言いますか、思いっきり楽しくやるっていうことなんでしょうけど、一つ要望させていただきます、私の愛読してる新聞でね、新聞赤旗っていうのがあるんですけどね、あれ読んでると本当に全員当選するんじゃないかっていつも思うんですよね、ところが違うんだな、だからはっきり言いますけど、厳しい時には厳しいってね、やっぱり訴えないとダメですよ、もう最後の最後までもう一票でも多くかき集めることですよ、っていうしか、だってこれは選挙っていうのはね、そうですね、票で決まるわけですから、前線ではダメなんです、全国で850万人以上の方に応援していただければ7人全員当選するということなので、ぜひよろしくお願いいたします。誰も共産党落ちてはいけない人ばかしですね、そうなんです、本当にそうなんです、私別に縁起の悪いことを言ったわけじゃないんですけども、選挙っていうのはそういうことですから、やっぱり最後の最後まで一票でも多くね、集めるという努力をやっぱり怠ってはいけないと思っています、そうですね、危機意識を持って、はい、組織的にね、自民党の候補推薦、例えば J グループがしても、投票するとこまでは誰も見に来ませんからね、そうですね、ですから農家の方も、自分たちのこの苦しさっていうのはどこから来てるのか、農協職員も J 職員も、自分たちの仕事がなぜ報われないのかっていうね、そこの元をね、やっぱり断ち切るっていうぐらいの気持ちをこれから、今回は、今回もですけども、持ってくださいという話ですね、そこを訴えていくことの方がね、私も訴えます。